皆さん、こんにちは。大地です。先日、公開コーチングというね、プログラムをやったんですが、まあ僕がコーチングをね、何件かしてるところを見てもらって、まあその後解説聞いてもらってとかっていうね、プログラムなんですけれども、まあ、コーチングのね、実際を見ながらね、実践的に学ぶという意味では面白いんじゃないかなと思うんですが、まあそれが終わった後にね、まあいくつかご質問に回答したりしてたんですけどね、その中で、大地さんはミラーリングをしないんですかというような質問がありまして、わ、すごい久しぶりに聞かれたなと思って、ビデオでも久しぶりに話したいと思います。ミラーリングってさ、僕もほとんど意識的にはしてないし、実際にはほとんどしてないと思うんですけど、まあ、何かっていうと、それこそ鏡写しみたいにね、相手の姿勢とか表情とか動きとかを、まあこちら側も真似してみるって言ったような感じだけど、同じことをやってみるっていう、まあスキルなんですよね。で、いくつか意味があると思うんですけど、やる意味が。で、まあ1個目はこういう発想ね。仲のいい人をこう観察してると、同じような姿勢してたりとか、同じ瞬間に動いたりするじゃない。だからあれがなんかうまくコミュニケーション取れてる時に起こる現象の一つなんだよね。要はお互い同じタイミングで動いちゃう、同じタイミングでお茶飲んちゃうとかさ。で、だから逆に言うと、それをナチュラルにやってのけるとね、で、なんかコミュニケーションがうまくいってるかのように錯覚すると。で、それとすごい作為的なんだけど、まあ、形から作っていくっていうのもね、一理あると思うんで、で、してみたらいいのね。で、この場合のデメリットは、わざとそれをやってるのがバレちゃうとというか、すごく気持ち悪いっていうことだよね。なんか同じ動きしてきたり、同じタイミングで動いてるのをわざとやられたら、なんか気持ち悪いし、バカにされてるみたいな気持ちになるんじゃないかな。だけど、うまくやれたらね、いいんじゃないかなと思うんですよね。で、だけど、まあ、なかなかさ、難しいかな。だから僕はこの点についてはね、雰囲気でいいんじゃないって言ってる。相手がね、なんていうの、ある程度かしこまってるのに、こっちが過度にリラックスしてたりとかするとね、それはそれで話しにくいじゃない。だから、まあ相手が過度にね、こうかしこまってたら、まあ自分もそれなりにかしこまってみるという雰囲気を合わせるっていうことね。で、なんか、要はだから相手と、まあ仲良しでとかね、なんか同じ雰囲気を持って、で話聞いてるっていう感じにね、していったら、なんか目的の多くの部分は達成できるんじゃないかな。で、ただね、2つ目の目的というのがありまして、それが何かっていうと、の相手とね、同じことやってみると相手の気持ちが分かるっていうことがあるんだよね。だから相手と同じ喋り方をしてみるとか、それから相手と同じ姿勢をとってみるとか、視線をね、向けてみるとかね。で、まあなんか腕組むなら腕組むでもいいんですけど、なんか相手がやってたら、自分もやってみると、なんかね、相手の内側で何が起きてるかっていうことに関して、この着想が湧いてくることっていうのがあるんだよね。だからそれはなんか真似をして信頼関係作るというよりかは、そのどう、何が起きてんだろうね、何が起きてんだろうと思いながら、どんな感じなのかな、うーんって、ね、で、だから公開でというかオープンになると思ったら、そうか、なんかね、こんな、なんか胸当ててこういう感じにしたくなるんだね、これどんな感じなんだろうねっていうのを、まあ一緒にやってみればいいっていうことだよね。ちょっと同じようなことをさせてねとかって言ってみてしてもいいと思うんですよ。で、このね、案外相手とね、その物理的にその体で同じ動作してみたりとか、姿勢とってみると、相手の置かれてる気持ちとか状況が分かりやすい。まあ外側からモデリングをするとね、内側、心の状態とかもモデリングしやすいっていうのは、結構コーチングにおいては重要な、コーチングカウンセリングにおいてね、重要なことで。で、だからこの辺はね、なんかあんまり不自然にならなかったりとか、まあクライアントにね、ちょっと僕も同じ姿勢して、ちょっと同じ感情を感じてみたいんでいいですかって、まあ言ったっていうわけで、言わなかったっていうわけだけど、で、そういうことしながらどんな感じなんだろうってね、探求していくっていうのは、やってみたらいいんじゃないかなというふうに、思います。で、これもね、散々やってたらね、かなり脳内でシミュレーションができるようになっちゃって、最初のうちは体を動かした方がいい。やっぱり実際に体で感じてみることと、脳でシミュレーションするのはね、イメージでシミュレーションするのは違うから。だけどね、だんだんできるようになってくるから。だから、あんまり最近はしなくなっちゃったけどね、そういう意味では、なんか、
相手とのね、信頼関係築いていくっていう意味でも、それから相手のことを理解するっていう意味でもね、相手の体がしてることに興味を持って自分もしてみるとかね、で、同じ、まあ、そもそも同じような、似たような雰囲気でいて相手が話しやすいね、状態にしていくとかっていうことは大切なんじゃないかなと、思います。それではまた、バイバイ。